本日もファンケルのライブショッピングをご視聴いただきましてありがとうございます本日司会進行いたします健康食品担当の並木と申しますはい私はえっと本日商品の説明をさせていただきます松岡と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします はいではえ早速ですけれども今日ご紹介いたします10月20日発売の睡眠疲労感ケアについて松岡さんご説明をおお願願いいいいたたしししまますすよろくこの睡眠疲労感ケアですけれども睡眠の質を高めてより良い気分の目覚めをサポートする L オルニチン1塩酸塩という成分と気少時の疲労感を軽減するクロセチンという成分を配合した機能性表示食品です。1日1回4粒 を、えー、と取っていただくことによって、まあ、手軽にケアをすすることができます、はい、今日はあの山上さんにですね商品の開発のこだわりですとかあの裏話話なんかをいいいいろろお話しいただければと思います、はい、今回睡眠疲労感ケアに配合しているこの L オルニチン1塩酸塩というものは、えっと、非常に水に溶けやすい性質を持っています。はい、なので摂取をすると体の水分で、えっと、溶けまして体の中でオルニチンになります。 でこのオルニチンがですね睡眠の質に悪影響を与え,て与えるというふうに言われているストレスのホルモンコルチゾールの分泌を抑えるということが報告されていますなのであのこの製品では睡眠の質を高めてより良い気分の目覚めをサポートするというような、えー、と機能を、えー、と持,たすこと持たせることができています。ありがとうございます。 この睡眠アンド疲労関ケアのこの睡眠の質を高める働きが、えー、オリオリエルオルニチン一塩酸塩ちょっと言いなれないので噛んでしまいましたけども、はい、こちらに含まれているということですね。はい、すねこんな感じです。結構きつい体勢、ね、そう多分三十センチ掛ける二十センチくらいのすごい大きなザルにですね山盛り入れてるんですけれどもこれが一日分。はい はい、これがそして今日はもう一つその疲労感の成分にも関与している、はい、えっとクロセチンについてもご紹介いただきたいんですけども改めてクロセチンってどんんななものなんでしょうかはい、えーっとですね、先ほど松岡くんの方からも紹介あったんですが、はい、このクロセチンという原料、まあ、今回あの実際のサプリメントに使っている原料持ってきたので、はい、これお見せしますね。はい、こんなな真っ赤な 原料になっす。ごいですね。ちょっとこれ今下のはい鮮やかなですね。オレンジ色になっています。これはえっとどんな食品に含まれているんでしょうか。あ、今パネルをご用意いただきました。ありがとうございます。はい。ちょっとパネルでご紹介しますね。お願いします。はい。今えっとお見せしたクロセチンの原料ですね。こちらえっと口なしのはいあの植物の口なしですね。の実から取れる色素。 になります実際食品ですと、はい、あの皆さん結構好きな方もい,るかといらっしゃるかと思うんですがパエリアですとか日本だとクリキントンなど、まあ、食品、まあ、料理ですねにスパイスとして使うことが多い成分になっています。で最近はですねクロ、まあ、セチンというとちょっと違うんですけど口なしのこの色素を実際に洋菓子の色付けなんかにも最近は使用されている。はい そんなえっ、ー、と成分になっています。こちらえっ、ー、とこれ、はい、手元に一グラムあるんですが、1はい、これ一グラム原料作るのに口なしの実を一キロ。一キロ。一キロ用意しないとこの一グラムは手に入らないといったようなすごくすごす、ね、貴重な成分なんですね。ちょっと細くですね。一キロの口なしから本当にこんなちょびっとしか取れないくらい。 そうなんですね。ねありがとうございます。はい。あ、サプリメントについて飲みやすそうな形ですねというコメントもいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。でもこのサプリメントにするのもすごい大変だったんですよね。はい。<laughs> そうなんです。はい。えっとですね、今あのお手元カメラで見せましたこのクロセチンの原料、あのパッと見だとわからないんですがものすごく細かい粉なんですね。うん サプリメントっていうのは、あのお餅をキネと薄で叩くように粉を叩いて実際に形にしています。はい、これ、この原料をですね。叩いてしまうとものすごく舞ってしまうんですね。うん、粉がふわっと待ってしまうので、まあ、非常に形にしづらい原料だったんですね。まずそこが非常に苦労したポイント1つになります。うんうん、で、もう1つあってこのクロセチンというのがま油。 に溶けやすい成分の一つのベータカロテンと同じ仲間になっています。はい、これがですね、どうしてもやっぱり油に溶けやすいというところで少しペタペタしてるんですね。なので実際にあのスプーンですくってあのまあ、お皿だったり袋に入れるときに、まあ、そもそもそのスプーンにくっついてしまって作業が難航したりですとか。さっきすごかったですよね。<laughs> あのさっきもうべったりくっついてましたね。<laughs> 今ちょっとこの一グラムの えとクロセチンをお見せするために先ほど原料をあのスプーンでこのシャーレに移す作業をしてたんですけどもあっという間にスプーンが何て言ったらいいですかモコモコになるというかべったりクロセチンがくっついてしまっていたのはうん、うん、やっぱりその油性の成分粘着性が高いいから、はい、ということなんですねそういったこともあって、まあ、粘着性も高いのでそれもまた粒の形にしづらい、はい、という特徴がありました。 まあ、とはいえあの私が自分であのこだわり持って選んできたので <laughs>、はい、どうしてもなんとかこれとあとはオルニチン塩酸塩と組み合わせて、はい、飲みやすいような小粒のサプリメントにしたかったので、うんまあ、なんとか、まあ、時間はかかりましたが試行錯誤して今回この粒にすることができました。ありがとうございます あのもう一つちょっとぜひ皆さんにも聞いていただきたい話がこれをあの作る時に山上さんが先ほどお話しした油性の成分なのであのすごいオレンジ色になりながら作った話を <laughs> ぜひはい皆さんにもお伝えいただければと思いますがはい、はいお願しこの今ご紹介したクロセチンですねやっぱり色素になるので非常に衣類ですとか紙、うんまあ、ですとか。 あの色がついてしまうんですね。ね色移りしてしまうんですね。はい、で、私今白い白衣、今着てるんですが。実際に作業しているときは、この白衣にこの赤い色がひたすらひたすらついてくるんですね。<laughs> はい。で、まあ、汚したなと思って、家にこの白衣を持って帰ると。うん、まあ、この睡眠アンド疲労関係はあの家族のものは、こういう商品を作っているということは知らないので。どうして研究で。<laughs> 白衣がそんなに赤くなるんだん。なんでっていう話から入り。まあ、若干冷たい目をされながら。まあ、でも洗濯して、お綺麗に真っ白にしてもらったという。<laughs> そうなんです、ね <laughs> はい。ことがありました、ね。本当にありがとうございます。あの、皆さんからもね。研究者の方のお話、興味深いですというコメントもいただいてますが、本当にね、あの、山上さんが。 すごいオレンジまみれになりながら、はい、黒を重ねて作っていただいた話をね。ね <laughs> 皆様にもお伝えいただけたと思います。はい、これでも試作の回数もすごかったんですよね。そうですね。その。どうしてもその形にしづらいって言うのがあったので。うん、あのちょっとずつ微調整を重ねながらにはなるんですけど。はい、まあその試作処方としては、トータル百。処方以上は試していて、ね。 気づいたらかなり遅い時間になったなんてこともありましたね。本当にありがとうございます、ね。100回以上も試作を繰り返して <laughs> あのたどり着いた本当にねあの我々のこだわりのファンケルが本当に自信を持っておすすめできる商品になっておりますのでぜひあの今日ねお話を聞いていただいた皆様は睡眠アンドヒロ関係を手に取ってこのオレンジ色の粒を 見るたびにきっと山上さんの苦労の話を思い出していただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで本日のライブショッピングは以上になります。はい、皆様最後までご視聴いただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。